今回の動画はですね、まあ、今映ってる画面が多分いつもと違うと思うんですよ。まあ、今は多分手が映ってると思うんですよ。俺の手元動画になるんですよね。まあ、見たらわかるって感じなんですけど、まあね、ちょっと先に謝っときたいことがあって、まあ、俺が今 Twitter で手元動画少し上げて、まあ、上げますよっていう風な話をしたのが、今撮影が11月2日。Twitter 投稿したのが9月2日。2ヶ月経ってるんですよね。もう動画上がる日は絶対違うんですよ。2日じゃないんですよ。だからまあちょうど2ヶ月後に撮ってるってことです。まあ要するにめちゃくちゃサボったってことですね。とりあえず射撃場やっていきたいと思うんですよね。まあ定番なんですけど、手元動画の、はい、行きます。射撃場やって、まあメンストで近距離やって、まあ団体で中距離やってみたいな感じで今回動画やりたいと思います。で、まあ、時々、配信で来るんですよ。どういう風に手を使ってるのか、みたいな。なんで、まずそこから、紹介してくるんですけど、まず、俺5本指なんですよね。使う指が今、画面に映ってる指なんですけど、これなんですよ。この指使うんですけど、まず右手の中指が、この右リンと、このダッシュボタンと、快速ピンですね、使うのは。あと、スコープも、押すときはですね、スコープ押すときは、人差し指が、まあ、左リーン使うんですよ。こういうときに同時に押すことはありますね。そのくらいですかね。中指の方はこの4つだけです。で、次、右手の人差し指なんですけど、まずスコープ押すんですよ。あと、この覗かないときは右リーン、これでやるんですよ。まあ、覗くときはこの、こうやってやるんですけど、覗かないときを右リーン使って、で、スコープ覗いて、で、左リーンして、どんくらいですかね、人差し指。あ、人差し指で快速を押すこともあるっすね。まあだから、中指と人差し指はまあ似てる感じっす、結構。使い方は似てるっすね。だってこの、スコープ覗いてリーンするか、パーのリーンするか、で、結構使い分けてる感じっすね。2本の指はほぼ同じっす。で、次、親指なんですよ、右手の。これが、マジで、めちゃくちゃ、やばいんですよ。まずジャンプ押すじゃないですか。まあ、そこら辺は普通だと思うんですよ。で、伏せも押すじゃないですか。まず、あ、多分それも普通なんですよ。しゃがみも押すじゃないですか。で、リロードも押すんですよ。武器の切り替え、まあもう一本持ってないんで、なんですけど、まあ押すんですよ。で、次に、こうやってジャンプするじゃないですか。まあそのまま A 回せるんですよ、これ押しても。これで A 回せるんですよ、これ。この伏せキャンとかもそうなんですけど、伏せを押してから、ゆっくりやるんですけど、伏せを押して、ここ一回手離してるんですけど、伏せを押して、そのままスライドっすね。離すときもあるんですけどね。離して、まあ、速攻で、で、戻してですね、ここに。押して瞬間にこうやって戻して、まあ、A マウスでしたり、するんですけど、基本的にマジで右手の親指や使い方はやばいです。めちゃくちゃ忙しいです。伏せを押して速攻で回せるので、こうやって。さあ、まあこんなとこ伏せはつかないんだけど、あの距離で。こんな感じで、マジで忙しいんですよ、親指。で、次は左手。まあ左手はもう、まああんまり使ってないんですよ。あんまり使ってないというか、まあ、まあ使うとこないんですけどね、まあ配置見たらわかるんですけど、まあこの薄コート、まあリュックと、まあフリルックくらいなんですけど、まあ人差し指はまあ、まあもう、みんな知ってる通り、指切り、この、銃のね、そのボタンは、まあ、中指でやってます。で、あと、フリールックも人差し指ですね。こうやって。あ、感じ。あと、リュックが、まあ、親指。あとは、まあまあ、でも、こっちでも武器切り替えることは、まあまあまあ、でも、めったにないですね。基本的にこっちなんで、こっちにあるんで、めったにないですね。こいつ、マジ、リュックだけっす。この左手の親指。右手の親指と左手の親指、全然違うんですよね。使い勝手が。右手の親指は多分消えてます。荒すぎて。そんな感じですね。とりあえず指の使い方は。次、まあ、射撃場でまあ、配信とかでもまあ、乗ってるんですけど、まあ、この、こいつをヘッド狙ってやる練習ですね。まあ、それをちょっとやっていきたいと思います。指の説明終わったんで。じゃあ、やります。まあ、多分あんまり良くないです。本当に声やってないんで。初公演で撮影するという、マジで舐め腐ったことをしてるんで、俺は。もうちょっとせめて公演練習してからやれよって感じですけどね。まあ普段こんな感じですね。
多分指切りも見たいって人いると思うんです、思うんで、ちょっとやりたいと思います。まあ、基本的に、なんて言うんだろう、まあ、2.5 発っていうか、なんか、2のような気もするんですよね、俺。こんな感じで。もう2っすよね、これ。多分基本的にこれだと思います。まあ、早くするとこうなっていく感じですね。まあ、ゆっくりやると、まあ、こんな感じ。で、どんどん速くしていくと、公園の画面がカクってなってちょっと止まったんですけど、綺麗じゃないですかこれ、斜めにいってんの。ちょっと M4 の方もやりたいと思います。得意じゃないんで全然、まあめちゃくちゃ下手くそだと思うんですけど、まあやります。まずゆっくり打ったらこんな感じですね。うまくないです、マジで。やっぱ安定してないんで俺。まあ早く打ったらこんな感じなんですよね。マジで M4 勢の人とかには絶対勝てないんですけど、めちゃくちゃ下手ってわけでもないような、なんか普通みたいな感じっすね。俺はどちらかというとなんか AM ご利用士感な感じありますね、完全に。指切りはまあこんくらいですかね。今近距離見たいと思うんで、まあ、結局親指とかこうやって使うのは近距離なんで、っていうかまあ試合でやるときなんで、まあ、ちょっととりあえずメンストいきたいと思います。近距離やっていきたいと思います。どうしようかな、まあ、クゴでいきます。クゴの方が多分やりやすいんで、画面がね出ないよ。上やな。3、2、1、やっていきます。まあ多分メンストと普通のあれの近距離違うんですけどね、やり方。まあでも大体でちょっとキルしないと、まあでも手元で意味ないんですけど、メンストもキルしないと。ダバったらマジで当たんないですよ。全然マジで合わなくて、ほんとダメなんですよね俺。こういうのがマジ苦手なんですよ、ジャンプドット。だからなんか完全中距離特化みたいな感じもダメなんですけどね。進めますわ。チームが優先。ああ、味方の人の図体がめっちゃ理解。オーバーパワー。ノーオッケー。いやー今んとこなんかあんま良くない。ちょっと画面多分時々調整してるんで、ちょっと許してください。これ多分調整して合ってない。ずらすって意味の調整だと思います。俺よく分かんないけどね、なんか今耳がちょっと難しくなるんですよね。無敵時間のところに突っ込んでるからね、これ。独特な動きをしてるんやな。逆に合わせづらいもん、今。オッケー、ナイス。ちょっと多分あれだ、ちょっとあれだけやったらあれなんで、ちょっともう一回いきます。まあ、最近ちょっとこの同時に押すこと減ったんですよね、右リーンで。あの、今バグってるのがあるんで。ちょっと違和感あると思うんですけど。チームが最初のポイントをゲット。強いですよね。トリプルキル、オーバーパワー、オーバーキル、オーバーキル、アンスタップル。面そのちょっと強いですよね。トリプルキル、オーバーパワー。あ、やばそう。弾がない。チーム
のロックエージェントが撃破されました。やばい、画面が絶対出た今。あー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 ひど、画面ひど。なんか買ったけど、あ、なんか買ったわ。画面絶対最後荒ぶったけど、次あの団体行きます。よし、クゴで行きます。とりあえず一回前詰めたいと思います。感じなんかないんですけどね、多分ワンチャン回復できるんですよね。それはちょっと俺話に聞いてなかったんですよね、左から。あーやめて、お願いします神様、神様お願いします、神様。もう俺の隠しか狙ってない、周りに二人も敵いるのに。例えばキーいたぞ、気づいてない、もしかして。気づいた、ナイス。2機械の方はまあまあまあもうベースでやったんで、中機械の方やろっかなって。展開します、ちょっと右の方に。ウェブカメラで今やってるんですけど、相当もうずれてるんですよねこれ。俺が当たっちゃうんでウェブカメラに。まあでも見えないことはないと思うんで、一応まあ最初からあのそんな見やすくないんで、ワンチャン良くなってるって言うと思う。ごめんなさい、全然当たんないっす、マジ申し訳ないです。あの全然当たんない、結構ガチな方で、申し訳ないレベル、当たんない。いいよ、ナイス、味方。全然俺のあのシーンが映んないっていうね、中継。もうほんと下手くそ。いいよ。エイバー全然良くないなぁ。でもやっぱ、これ前出ます。これ前出るとでも多分全部抜けると思うんですよね。なんで一枚あそこ多分捨ててるし。そうっすね。オッケー、もう一回行きますね。ちょっとこれ。よし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 、前の方まで走って。で、ここで、ガントツ。左から。オッケー、一枚。で、視点上げながら見て、左の方に。頑張っている。めちゃくちゃ頑張っている。オワコンすぎる、エムが。危ねえ、いけたー。これを手つかの大切。え、全然寝る前いるんよな、でも。え？オッケー。ここでラスト詰めていく。終わったー。あー、蘇生されてないんかーい。ラス1、ラス1。左いる。敵発見、敵発見。いる。いいやで、いいやで。ナイス。もう、5枚抜きできたのに、まだ抜けないか。M4 で、ちょっと中距離撃ちます。多分めちゃ痛です。M4 構えて、当たんない。エイムが備わってない系男子やん、これ。どう？状態にしか合ってないのに。だよ。あ、全然当たんないよ、俺。なんでそこで当たんないの、俺。なんか、今のなんか、映んなかったような。右の方に走っていきます、こっから。まあ、ダッシュですね、とりあえず。
攻め抜きたいね。オッケー、まず1枚。木がやばいぞ。なんでそんな木叩いてるんだ。おー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 、すごい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 。ワンチャン適当に当たるせいか。ない、ない。何かーい。天木なんかおる気がするんやけど。え、なんか最後ヘッド当たったんだけど、もしかして ONQ だったりする？ワンチャン ONQ だった。よし。ってことで、終わりたいと思います。トマト動画は以上になります。First off, bitch, I'm A to the genitals. Semi-automatic, cause I'm sleeping with the demon. Don't find it, so the place, lay hands on my barrier.